じゃん。どうも、ひかりまんです。1万円稼ぐまで帰れまーで、最終日。はい。さあ、やっとこの日が来ました。1万円稼ぐまで帰れま10、7日目、最終日。ただいま現在時刻は8時32分。12分無音です。ムシムシだな今日は。湿度が高い昨日より。もう31度いってんのこれ。え、今日、うわ、36度までいくんだ今日また。一応今日も渋谷区ブースト 1.1 8時から9時までね、まあついてるんで、ちょっとまあ2軒ぐらい今から取れるかな。はい、笹塚から今初台ですね。はい、無事に初台まで来れました。あ、一人いるね。鳴ってるな、一人鳴ってる。あ、でもそれ以外いないか。情報では3人ぐらいもう待機してる人がいるとか、そういう情報があったんですけど、みんな鳴ったのかな。いや、それにしても今46分ですよ。どうした、夏どうした。本格的に意味ないぞ。帰れま10、夏最後の最後だし。あ、なった。ゲトベなりました。ゲトベピー、ゲットベターダブルスタートですね。店着いた後に一つ鳴ってダブルになったんですけど、ありがてえ。これでも1000円はいくからね。絶対1000円はいくでしょこれ。いやー、今出ました。手だけパッてこう出てくる案件、ドアから手だけパッて出して受け取るみたいな、無言でこうひったくるみたいな感じで取っていくみたいな案件。いや、あれやられるとね、うわ顔見せたくない、うわ芸能人なのかなってこう逆に思っちゃうからね、こっち。いやいや、こっから中野坂上、うわ遠っ。6駅ぐらい先だぞこれ。配達員いる、いないのか、いるのかいないのか、どっちなんだろう俺。なんかバイク配達員少ないのかな。バイク案件がめっちゃ飛んできてるね。いや、これ下手したら1300円ぐらいいくかもしんないな。やーば、 1.1 ダブル1406円。おい、久しぶりだこんなの。正式な配達で1400円台久しぶりなんだけど。まあでもこれで8時台に出た会話あったのかな、これだけでも。うん、全然数珠んないけどな。でもまあ中心っていうか坂上まで来ちゃったからちょっとね、今日は新宿とか行ってみますかね。ウーバーは伝わってますか。来てるのは伝わってますか。ウーバー、ウーバー、何番でしょう。今日 5069A です。もう10分ぐらい前なんですけど、ここまでして言わないと動いてくれないんで、全部あそこにできてるけどもう動いてくれないんで、相当ここは、しつこく言っていきましょう。僕のバックにお客さんいるので、そのお客さんに迷惑かかっちゃうのね。でこれちなみにもう10分前ぐらいの、オーダーなんで、普通にその時点で作り始めてればもうできてないのはおかしいんで、だからまあいかにお客さんを優先して作ってるかが分かりますね。だって普通に注文してチェット2つで15分かかってたら、えっってなるよね、普通にお客さんとしてここに来てたら。ただいま10時半、6件クリア、3012円ですね。ならないね。まあ、なるはなるけど、なんかね、今西新宿にいるんですけど、原宿とかね、そっちの方から呼ばれるね。なぜかそっちの方からしか呼ばれない。9分とか9分で行けねえからね。まず15分ぐらいかかるから、ね、全部拒否ですね。とりあえず中心に向かってます。いや、びっくりした。今四ツ谷なんですけど、ロブさんすれ違った。向こうは気づかなかったけど、ウーバー神、ウーバーの神やばいからね。あの人毎日40件ぐらいやってるから、ね、それ以上土日はもう60件とか、おかしい数字出してるから。多分ウーバーイーツなら多分一番稼いでる人や。あれ自分でもなんかおかしいって言ってた。なんでこんなやってんだろうね。
なんか前もね、前も1万円稼ぐまで帰れま店の最終日にそう会ったんだよ、ロブさんと。なんか縁があるな、最終日。はい、今11時20分で、今インセタイム3軒目で、四ツ谷から乃木坂、やべえめっちゃロング、最終日完全に中心だわこれ。いいよ、行ってやるよ、坂地獄最後だ。青山ですね。お盆で人めっちゃ少ねえ、働いてる人がみんないないって感じ。いつも多分ここら辺、サラリーマンとかそういう人たちばっかりだから、その人たちが全員いなくなってめちゃくちゃ人少ない。だからもともと住んでる人ぐらいしか歩いてないね。やべえ快適。もういいよ、東京はこのぐらいがいいよ、東京はこのぐらいがいい、本当にいい、このぐらいが。赤坂のオリエンタルデリーダブルピック完了。それにしても人が少ない、赤坂も。快感だわ、快感。この非現実的な感じめっちゃ好き、めっちゃいいわこれ。で、真逆ダブル、1個は近いけど、1個は1キロないぐらいだけど、もう1個がね東京タワーだから。いやー、東京タワー行っちゃうか。もうここまで来たらもうしょうがねえよな。ダブルの2軒目、東京タワー行きましょう。なんかめっちゃ遠い感じしてるけど、意外にもうずっとまっすぐ行くだけで着くから楽っすね。ここの道を左に曲がったらもうずっと一本なんでね、楽楽ですよ。はい、どこ？めっちゃ遠くなかった？キャンセル、こんなん。もうこっからはもう中心のやつしか撮らないからね。東京タワー、でけー。いやいやいや、めっちゃジュズってるけど、新橋とか行かねえから、マジ。今12時、で5553円11件で、インセンティブ、クエストは5件ですね。で、今東京タワーの真下、東京タワーどこだ、あー、ちょうど見えるか、ちょっとだけ見えるでしょ。真下にいるんですけど、もうこんなとこにいたらもう国会議事堂とかでも東京とかさ、有楽町とか新橋とかそっちの方からしか呼ばれないから、ちょっと、戻りますね。渋谷、表参道とかのそっちの方にまで戻ります。はい、見てください、ぴったりピザなんですけど、大バッグぴったりですね。小バッグは無理だね、これお店に行ってから聞かれたから、入りますかみたいな。小バッグだから、そんなんダメだからね。どうも、ウバです。いや全然ならねえ。日曜だろ今、日曜の表参道で無音ってなんだよ。いや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 、昼ピーク、日曜の昼ピークだね、無音だね。みんな帰ったか、ここやっぱみんな帰ったか。あー、そうか、そうだな。人通りももう10分の1ぐらいしかいないし、中心よりちょっと外れたところの方がなるんかな。なんか観光客ばっかりだな。ダメだ、やばい、ならない。もうすっか、戻るか。じゃあお、このままじゃあ、渋谷とりあえず軽く舐めて、そんでもならなかったらもう戻るか、自宅の方に戻るか。もうこれ、いや普通に今日暑いからもう配達員もあんま出てきてないはずなんだけどね、注文自体が少ないんだ。まあこっからグーッつってグーッて行きます。うわ、やっとなった。日曜昼ピーク15分無音だわ。やっと開けたよ、初夜。案の定近いですね。
だからもう配達員もある程度いるし、そういう時の注文数が少ない時はもう近い店しかならないですね。だからこういう場合はもうなりやすい、マックとかの前に待機とかしてる方が効率いいですね。カツヤドロップからのクリスプジュズですね。代官山インセンティブあと5件で12件クリアできるから、それで1200円なんで、で多分それで1万円は超えます。なのであと5件、よし行こう。ピー、うーん遠いね。ゲバ、ゲバってなんだよ。代官山からゲバ、ここです。一番嫌な坂、代官山と中目の間にあるやつね。あそこやばいからね。長さはまあそこまでないけど、ただその2段階に高くなるからね。1段階目でもめっちゃ角度やばいのに、途中からもっと角度つくからマジかよとかね。そこでもう気持ち折られるね。きつい。いい道だけどきつい。いやーいい入道雲、うん、いいねー、いい入道雲だ。あーこっちここ曲がるんだ。 あとこれ届けて、これが11件目なんで、あと1件で12件クリアですね。てか全然多分届かなかったわ1万円。今いくらだ、今7700円だから、これやってもまあちょっとよくわかんないよ。あとで、今8200円ですね。だから次600円くればインセンティブ1200円込みで1万円に届きますと。で今1時半か、昨日はここで終わってたんだね。やっぱ昨日は早かったわ、今日はちょっとやっぱならないわ。はい、クエスト12件目なりましたけど、マックだったんで、まあ、600円は絶対ないんで、あともう1件、これ入れてあと2件ですね。ピーデー、188円足りず今ジュズってるので、それいきますね。でこれで終わりだね。ラストレンね、ラストレンいくよ。ラストレン、記念すべきラストのお店はカフェラボエムです。はい行きましょう。これは確実に飛ばされるぞ。チェーン店じゃないからね、飛ばされる率がすげえ高い。いやーありがてー、めっちゃありがてー。最後自宅方面に3キロぐらい戻してくれるっていう、最高かよ。はぁ、あもうちょっと、やっと1週間1万円稼ぐまで帰れません。終わるぞ夏。じゃ1万円稼ぐまで帰れまーてん。焼ける、めっちゃ焼ける。こっちの仕事じゃねえからな、お前の謎汁を拭く仕事。ていうか幡ヶ谷マック止めてるし、おかしくなる、おかしくなります。ここでもなんか臨機応変にやってもらうとかもできない。できない。もう気づいて、サッカー好き、お互いサッカー好きみたいな、うん、気持ちが通じ合う。ボコって当たりました。膝、いや、ちょうど取ってなかったわ。いやいや、今何の状態これ。来たぞ。やっとだ。3日前の星和さん。星和は優秀だ。それではお待たせいたしました。よし、というわけで金額を、きた9210円、19件プラスインセンティブ1200円を含めて1410円。まだ帰ろう、帰れない、まだ帰れないんだよ。そうだ、それ帰れない。まだね、企画とは全然違うんですけど、個人的にね、投資クエスト65件まであと4件なんですね。で、ここで終わったらもっ
対なさすぎるんで、この企画とは別に4件で8000円のインセンティブをね、これから、やって家帰りたいと思います。お疲れ様でした。よし、よーし、よし、終わった、終わった。よいしょ。5時間45分19件9210円、プラス昼間のインセンティブ12件1200円を加えて1410円。いや、終わりました、終わりましたよ、終わりました。で、一応ストラバは最終日の一番最後でね、止まってました。はい。うわー、もったいない、最後の最後で切れちゃって。まあいいや、それはもうしょうがないから。1週間の売り上げトータルで、こちら43時間57分オンライン148件、75,451円、時給1714円。なかなか高いね。だいたい平均1時間に 3.3 件やっている計算ですね。まあこれは1万円稼いだ時点での売り上げということで、一応プロモーション6193円、これは前半の投資印税60件かなやつと、昨日と今日の、昨日の、8件クリアと今日の12件クリア1200円が、ブーストもちょっと入って6193円ですね。一応、まあいいや。それはいいか。4件稼いだ後のやつはいいか。企画とは違うんでね。46時間オンライン。152件。85,797円。時給1865円。なかなかいいですね。でね、まあ。一週間やってみての感想、水分補給をね、きっちりしていけば全然問題ないなっていう感じですね。まあ、言っても僕、ウーバーの夏を2回も乗り越えてきてるんで、今回3度目の夏なんで、まあある程度もう、やり方わかってるんで、去年なんかもうあのね、まだ全然やり方わかんなくて、別に水なんて飲まなくてもいいやみたいな感じでやってたら、両太ももガッてつって、もう歩けなくなってっていうね、もうやばい状態があったんで。まあそれからね、学んで、無理やりにでも水を飲む、水分を取るっていうのを、今回はね、ちょっと考えてやってました。だからもう1日だいたい6時間ぐらい、1万円に到達するまで6時間ぐらいかかってたんですけど、6時間でだいたい3リットルぐらいは、飲んでましたね。3、4件に500のペットボトル1本ぐらい。で、これ1本でもね、減っちゃうと、どんどん頭痛くなってきたり、するんで、頭痛くなってきてから飲んでもね、もう遅いんで、頭痛くなった後にこう飲んでも、もう水分追いつかないんで、異変起きてからじゃ遅いと。まあ、無理やりでも飲んでました。と、あとね、なんだろう、まあ、焼けたね。あんま、わかんないか。めっちゃこっちかっすよ。めっちゃ焼けてるっしょ。あんまわかんないか。日焼け止めとか何も塗ってないやつ。あとね、一週間夏1万円、真夏にやったら、結構痩せるかなと思ったんですけど、やる前、一週間前、体重が70キロ、だいたいありまして、今さっき測ったら、69.3キロでしたね。700グラム。痩せました。いや、痩せてるうちに入んねえな。500ミリのペットボトル今飲んだのも同じぐらいだからね。だから、痩せないっす。全然痩せない。てか、食生活っていうか、食べる時間が僕の場合多分悪いと思うんですけど、全部、帰ってきて、まあ大体6時ぐらいに帰ってきて、編集始めて、で、編集全部終わって12時ぐらいに飯食って、その状態で寝ちゃうみたいな。そんな感じだったんで、まあそこをもうちょっとね、早めに食べたりとか、
できてればどんどん痩せていったのかもしれないですけど、まあ、そんな痩せない。そう、あとね、まあ、1万円稼ぎまで帰れまてん冬春夏とやってきて、夏でもやっぱ一番なってる感じがする、まあ、今日はちなみに今日はね、昨日からなんですけど、お盆休み入っちゃったんで、その影響でいつもの日曜では考えられないぐらい、今日はちなみに渋かったんですけど、普通の夏のね、土日ではなかったから、そこはちょっとね、ちょっとあれなんですけど、やっぱ暑い時間はなりますね。でも夏だと言っても、夕方ぐらいから涼しくなりだすんで、そっからやっぱりみんな出てきて、そっから渋いね。っていうか、僕やってないんでわかんないですけど、ツイッターとか見てると、まあ夕方から全然ならないみたいな、いうのは結構、見たんで、だ僕がやってた時間はめちゃくちゃなってた感じがします。いやもう、暑い時間出ればもうなる。いやでもそんなこともないか。謎にならない、水曜とかならなかったね。人いなさすぎてならなかったんだよね。確か。配達料金がめっちゃ上がっちゃって、配達員少なすぎて、配達料金上がっちゃって、で、注文も全然入らなくて、いや今日なんねえな、みたいな感じで。じゃあもういいや帰るわっつって配達員どんどん減ってって、でまた配送料金上がって、そのもう悪循環でもうならなくなるみたいな、そういう新しい現象は今回確認できましたね。だからやっぱね、その地区の配達員がこう団結しないと、団結してそのシャトラン、笹塚だったら笹塚シャトランやんないと難しいかな。笹塚のお店になってどっか飛ばされてもオフラインにして笹塚に戻ってきてオンラインにするみたいな、んで、その、笹塚周辺の配達員を確保して、配送料金を上げさせない、みたいな、いうのをしないとできないかな。まあ、それももう、現実的ではないけど、まあ、新しい現象はね、今回確認できました。あと、特にあるかな？あとはなんかある。あとなんかある。暑い。暑かった。暑かったよ。暑かったけど、暑かったんだけど、別に去年みたく深呼吸できないぐらいの感じにはならなかった。だから多分それは水分をね、こまめに無理やりにでも取ってたのが良かったんだろうなと思いますね。うん、水分取らないとなんか、でも深呼吸するとめっちゃ、深呼吸の芯の部分でめっちゃなんか変な感じなの。はぁって、ね、変な感じになるんですよ。それが今回起きなかったんで。だから多分水分よく取れてたなと思いました。去年は39度とかね、あったんで、今年はまだ全然だよね。まあ36度ぐらいにしかなってないんで、まあまあ全然涼しい方ですよ。まあ今回僕がやった週は、そんなそこまで暑ー死ぬぐらいの暑さではなかったんですね。こんな感じだっけ？これで終わりでいいんだっけ？じゃあ、はい。